なんかさ、エイフィーのこの額にある梅干し、この梅干しがなければ俺デザイン結構好きなんだけどな。惜しいね。でもちなみに俺梅干しは結構好き。梅はだいぶ好きだね。で今回はなんかネットで見たんだよね。アシストパワーと、エイフィーはアシストパワーと、なんだっけ、あと最恵光線型の方がね、最古色型より勝率高いらしいんだよね、どうやら。なんで今回そっち側やっていこうかな。で最古色型が強いのはもうなんだろう、約束されてるようなもんだからね。あんな高火力遠距離技はね、足場もいけるんだって思ってさ、ちょっと使いたくなったんだよね。え、取れないの今の。ダメ。はちょっと待って、やばい。よーし、これだけ渡すなら絶対渡すな。もうブラッキーになってるって、マジ無理マジ無理マジ無理。こういう一人になるとね、マジしんどいからな。闇闇が荒らせてるから割と最高なんだけどさ。やべ、なっちゃう、なっちゃった、グレイシアなっちゃった。さあ、まあでも闇闇もね、結構生き残ってるってことはあいつ割と荒らせてる気がするしね。さあ、アシストパワーで持ち物はちょっとここ荒らしてから言うか。いいね。さあ、ちょっと足りんな。そう、今回の持ち物はすり抜けスプーンに貝殻の鈴にエナジーアンプで、技待ち時間短縮構成でいってるんだよね。でメダルは黒緑で、もちろんで、技の待ち時間をめちゃくちゃ短縮しまくって、アシストパワーを、と最恵光線を、めちゃくちゃ打ちまくっていこうっていう、コンセプトの、エイフィーだね、今回は。そんな感じ。アシストパワーはね、自分の移動速度とか曲げれるからさ。さっきから狙ってきたって、てめえ。うわ、でもアシストパワーと似てるな。スララパリ、なんかな。なんか似てるよな。分からしてやるよ。こっちにはグレイシアが2体いるようなもんだから。ほんとに。火力低めのスララパリ打ち込んでいくぞ。はい。OK。アシストパワーのいいところは、逃げスキルみたいな感じでできるからさ。だから回転率とりあえず上げとけば、ね、3秒に1回ぐらいで打てるようになるから、割と何も考えずに技を打っていけるかもな。そうかもしれん。ラストヒット性能はそんななさそうだよね。ラストヒット性能はなんか、眼差しだけはやめて。眼差しだけはね、いいね。だって集団戦じゃないと多分ね、やりきれないと思うんだけど、なんか前回でも勝てそうなんだよな。あぶね。まあ、最恵光線だったらマシになるかな。最恵光線の火力も意外と高いからさ。はい。はい、いいね。前管理しっかりね。また味方が来るまで待つのが一番。ベストラン、よう耐えた。アシストパワー。いいね。あ、いないか。当たったらドンってなるからさ、ちょっといるかどうか、わかるんだけどさ。こういうところで撒き散らしていこうぜ。はい、当てたね。そして、打ち込んで、いいね。そして、意味もなくワープする。ヤドラン犬じゃん。狙ってくるから、ここはもうね、アシストパワー使ってしっかりと逃げていく。何が俺がナンバーワンじゃ。許さんからな、そんな。俺の許しを、絶対お前やろ。あれそんなとこにウサピョンがいるわけないからな。アシストパワーでしっかりぶちのめして、いけ、ぶっ飛べ。エナジーアンプからのアシストパワーでしっかりぶっ飛ばして。ただ俺の予想だと、もう野球根強、レジエリキがなんかどんどんこっち来てんだけど、やれんか。じゃあやりきれんか、さすがにな。今回集団戦型だよね。俺の、エイフィーはな。もうとにかく、はい。
死ぬかも俺。お、生き残った。はい。うわ、やれそうなんだよ。すげえやれそうなんだよ。めっちゃやれそう。だけどやれないっていうね。アシスパワーがね、アップグレードしたら、あの、HP 割合ダメージが入るようになるから、そっからだよな。ちょっと火力が伸びるのはな。まあ、まだ不完全なのは、ちょっとしょうがないとこあるな。いや、下行きたいけど。いやー、あいつに内定があるんだったら別に自由行動でもいいかもな。そう。自由行動で。よし、間に合った。こんにちは。飛べ、いいね。最高じゃね？結構。うわ、ちょ、間違えた。足パー打てばよかった。最悪。誰で諦めてるやつな。早すぎるだろ。おー、やる気ないんかお前らな。せっかくフーパがユナイト入ってくれて、集合できたのに。でもユナイトも割とね、結構好きだな、エフィーのな。なんか自衛みたいな感じできるから。いや、なんかもう、相手ゴール残ってるし、ユナイト多分ないし、レベル上げしていいかな、俺。そんな感じでやっていいかな。グレイシアも行ってないし、俺も、ここで、まあ、グレイシアが行ったら俺も行こう。なんかピン刺されそうだから。はい。で、気をつけないとな、本当にな。あれ。ユナイト開ける、開いた。完璧。いやでもなんかめっちゃダメージ入れた。あ、惜しい。今のね、スララバリが、こいつに当てれてればね、結構美味しかったんだけど。いやでもエナジーアンプと割と相性悪くないのかもしれんな。いろんな敵巻き込めるもんな。範囲攻撃みたいな感じで、行けたりもするから。意外とこう悪くねえのかもしれんな。もしかしたら。だってもう12レベルで完成してるしな、俺も。割と完成しちゃってっから。あとは、グピ。いやでもいいな。なんかもうボタンポチポチして、全然神経使わんのがいいな。ボタンポチポチするだけ。生き残ってアシストパワー連打してるだけで、もう俺の仕事はね、完了するから。まあ取られちまいそうだけどな。まあでもヤドランやれればいいかな。はい。ナイスいいね。中段戦でやっぱ足場とかは役に立つからな。一回。マジつららばり。まあ、ターゲットいないと撃てないのがちょっとあれだけど。ゾロアークが来たら、もう一瞬で。ダッシュしてるんだ、これ。逃げろ。よしよしよし。これいいよな。サイコショックのアシストパワーのいいところ。移動スキル、これ。でも俺私まずくなかった。まずくなかった。ゴール割りに行けてないからまずくなかった。確かになんか。いやなんか最近さ、近距離でのなんかこう、近距離の一瞬超火力みたいなキャラは使ってなかったからさ。そう、近距離の火力そこそこみたいなモンスターしか使ってなかったから。遠距離モンスター使うとすげえ楽に感じる。さっきの試合、なんか9万ダメージ近く出てて、一番ね、チームでダメージ出してたからね。意外となんか、火力、あるね。足パ。まあ、一発の火力はそんな感じられないけど、やっぱり、あれなんだろうね。なんて言うんだろう。継戦能力みたいなやっぱ高いんだろうね。よーし、取った。これ取れたら結構美味しいよ。
おい、嘘だろ、鳴き声当たったじゃん。ねえねえ、うわ、全然軽くですね。はい、素晴らしいね。あ、失敗。でもこれね、黒緑メダルの効果出てるわ、出てるわ。エナジーアンプと貝殻の刺さ効果も出てる。殴ってなかったな、これ。なんか取れた、なんか取れたわ。今回ややこまとかやばいからな、きつそうだな。この段階だとちょっと辛そうだもんね。いや、これでさ、なんかさ、適当に近づいて危なくなったら足場使って移動速度上げて逃げながら攻撃するみたいな、その連続でいいもんな。だってな、さっきの試合意外と 俺集団戦サボって野生狩りしてる時割と多かったからね。これ言ってあげればよかったな、言ってあげればよかったな、これな。ワンチャンやられたかもしれんな。ちょっと待って、痛い。こういうのでダメージチクチク稼いでたんだろうな。いや、でもこの積み重ねがやっぱ相手からしたら面倒くさくなったりするからな。とにかく遠距離キャラは削るのが大事だよな。やれそうか、あれ。助ける、味方を助ける。足場打って、いいよ。さあ、上レーン、まあ粘ってれば上レーンが勝ってるからな、粘ってたら。まあ悪くはないけどね。いないか。クーパー倒したいな、できれば。こう、サンドイッチ、サンドイッチ。で、危なくなったの鳴き声。鳴き声と足場でしっかりと。もうとりあえず死なずに火力出していく。そんだけ。それだけよ。こうやってね。集団戦でやっぱダメージ。で、最軽光線が、とんでも、割ととんでもない火力出るからね。これバカにできないよ。うわ、先読みミスった。取れた？いいね。取れたけど、取れたけどよ。ダメージエグかったな。これでも敵の方が来てた。あ、いいね。いいファイやろ、それは最高すぎる。さあ、まあ、あとは、ファイヤロにちょっといいとこ持ってかれたな。ちょっとなんか許せんな。俺がキレしたかったな。あ、なかなか難しいけどね。足場で、ラストキルを取るのはなかなか。しかしダメージチクチクみたいな。サイケ光線はね、HP 分割ダメージを敵の後ろにも飛ばすから、あのタンクとかに打ち込むとね、割とダメージ出るんよな。割と結構ダメージ出るからな。あげなーい。敵にあげなーいっていう立ち回りね。素晴らしい。さあ、ドラパルトとか倒したいけどな。はい、捕まえられないよ、俺のことはね。はい、あと足場で削って捕まえた。気持ちよすぎ。足場倒せた。あいつに足場打ちたいけどね。まあいっか。結構ファイヤローとかと相性良さそうだな、今回な。俺が削ってやりきれなかったやつをファイヤローが、まあお掃除してくれるみたいなね。展開がなんか見えてる。そんな感じの展開今回多くない？てか、やっぱりね、ユナイト技からのエナジーアンプを乗せたアシストパワーと再起合戦をぶち込むの、ちょっと気持ちいいかもしれん。やべ。森本里香完全権限した。乙骨の術式だわ。マジか、当たんなかったな。痛え。まあ痛いけど、いい引きだな、これな。ユナイト覚えたいな。
ナイスよ。足パレ逃がさない。ナイス、いいね。また上に行って、最後のユナイト吐いて、とかでも良さそうだけど。待て。グピよくない感じになってた。なんかドラパルトが味方に見えてた俺よくないな。俺やったアシストパワーがさ、いやアップグレードはまあもうさっきからされてんのか。なんかね、意外と全体火力出てるからな。不思議だよね、本当に不思議だよな。やっぱ継戦能力が高いんだろうな。あとユナイトの回転率結構高くない？そんな気がするんだけど。はい、ラプラスが2匹いる。はい、硬いねやっぱりね。はい、うまい。当たったな。でも一応アシストパワー当たったね。なんかさ、技の回転率が速すぎてさ、アシストパワーがさ溜まりきる前にさ、ナイス、いいね。そう、アシストパワーがフル火力出る前にさ、技の待ち時間が回復するからさ、なんか歯がゆいね。ストックが溜まってないよな。うわ痛いな、ドラグーンショットマジで痛い。さあ、あとは中央かな。どんな感じの立ち回りするかだな。見えてるんだけどなんで、なんか見えてたな。全然隠れれてなかったね。ウがなんだ。まずい、危なすぎー。足パレで多分やれた気はするけど、え、ちょ、まずくね、かなり。ファイアルが生きてればそのすぐには殴られない。いや、殴られてるなー。取った足パレ取ったー。さあ、こっから足速くなれるからね、俺ね。無理だろ、こんなの。絶対かわせん、こんなただ、アシストパワーの機動力高くない？いや、まさか再起光線で取れるとはな。いや、いいねー。相手も油断してたね。いや、今回でも危なかったよ。正直めっちゃ危なかった。ガチヒーロームーブかましたね。今日フットサルだからな、結構絶好調。やっぱフットサル楽しみだな。はい、足パでぶちのめす。いいね。意外とマジで火力意外とあるんだよな。火力あるのかないのかマジわかんないんだよな。まあ HP ダメージ依存だから、HP なんだっけ？ HP 割合みたいなのが発動するからさ、あれだとは思うけど。捕まえピー。上ゴールぐらい割らせてもいいと思うけどね。いいよ、死んでも。あの、多分この試合はもうここの一番奥のゴールに入れられなければ勝ちだろうし。気持ちいいなぁ。なんか敵に対してのアシストパワーが割とダメージ出てる気がするんだよね。野生モンスターにはそんなに出てない気がするけど、やっぱ HP 割合ダメージが結構でかいんだろうね。ナイス。なんかでもアシストパワーめちゃ楽しいなぁ。
なんかエイフィーの弱点の機動力を補えてる気がする。黒緑メダルとエナジーアップとカイガランスで機動力割とエグくなってくからね。結構楽しいんだけど。あとね、HP 割合ダメージじゃなかったアシストパワー。あれだわ。HP が 50% 以下の敵に対して、追加ダメージが入るようになるから、HP が、だからなんかあれなんだ。違和感感じてたんだね。なんか、とんでもないダメージが出る時があるのと、なんか、あれだなぁ、みたいな。そんなに、今回入んなかったなぁ、みたいな。時があったのは、そういうことだったのか。おー、よかった、ブラッキー慣れてない。よかった、慣れてなくて。絶対これ取りに来るんじゃない？いや、来ないな。相手のウィルン誰や、あと一人。さあ、アシストパワー覚えて。まあ、アシストパワーを打っていくに越したことはないけどね。やっぱ集団戦でアシストパワーを打っていきたいね。来ないか。だから、これ敵にも当たんのか？敵にも、眼差し食らいたくないな。50倍かなってる、それ。いや、もうすぐなるな。あ、こういうとこ、こういうとこ。こういう敵に対して結構ダメージが伸びるんだろうな。さあ、あとは、足パとか打ち込んで。ナイス、いいね。逃げられちゃったか。でも俺に足場があるからね。敵来てる。逃げ切れない。やだ。眼差しやめて。でも眼差し一回だけ多分無効化できるよね。なんか惜しかったなぁ。めっちゃやれた気はすんだけどね。いやもうしゃあないな、そればっかりは。でもさっきの試合もね、俺一番ダメージ出てたしさ。やべ、火力足りてない。当たりだ。はい、これを火力の足りてないところは、もうね、あれで、あれするんよ。あれであれしてあれするんよ。技の回転率で、カバーする。足りない火力を補っていく、それを。ドードリオってそんな感じになるんだ、それ。やめてみます、それ、本当に。眼差しみたいな。あれ、これ、イカ様かな？わかんないけど、でも俺、エイフィーにしては、敵に詰めすぎだと思うわ。自分でもそう思う。自分でも、なんでこんな死にまくってっかわかんないけど、ちょっと敵にガンガン詰めすぎだよね。でもさ、割と適当でもダメージ、総ダメージ数出るからさ、先般バレにくいと思うんだよね。良くないよね、これね。これマジ良くないよ。先般回避できるからね。あとね、イカ様型は機動力、イカ様バークアウト型やっぱ機動力高いね。やっぱり。と思うわ。そう思うわ。だった、いるね。はぁ、最悪すぎる、おい、レジエレキなぁ、おい。誰だ、レジエレキ殴ったやつ、おい。やだな、お前か？お前が殴ったせいで、レジエレキが、痺れるやつ出してきて、俺、痺れてぶち殺されたんだけど、ねえ。もう、やめて？やめて？本当に悲しかった、今の俺。レジエレキ俺殴っ、なんでレジエレキもさ、俺のレジエレキ殴ってないのに、俺に、やつ当たりしてくんねん、本当に。許せねえよな。めっちゃ、いや、ここら辺もうね、優先的に買ってってもいいかもしれん。さあ、あとは、座敷輪にもちょっと気をつけなきゃいけないところはあるんだよね。まあでもね、相当ヘマしなければ、大丈夫だよ。落ち着け。もう早めの回復でいく。いいね。割られちゃったけど、なんとかなるからな。あぶね。
よし、当たった。あー、ミスったー、ミスったー、前管理ミスったミスったなー。いや、これ、前管理ミスんなければ、ブラッキーと一緒に勝ててた気がするんだよなー。いや、月光ガイア倒せたけど、前管理がな、ミスったな。ファイヤローがほんと空き巣しすぎ、空き巣狙いすぎ、あいつマジで空き巣しかしねえじゃん、あいつ。まあさすがに下レーンに行こうかな。いや無理だな、あいつがいるんだったら。取った、マジで言ってる、取った。スピードオン、はい、逃がさんよ。意外と機動力かっからね。 HP50 倍か、切ってない、あいつ切ってないか、切ってる、よよし、完璧、ぶち殺した、いいねー。まあ、こういうところでキル取れるからね。とりあえず集団戦混じって、もうあいつファイヤローさ倒したね。空き巣しすぎな、やっぱ HP50% 切ってないってね、やっぱ火力出るわ。出る出る出る、めっちゃ出る。あと集団戦ちょっとちゃんとやりたいけどな、殴れないもんな、そんな、なんて言うんだろう、まあ、殴るけどさ、みんないるからね。お、どこ飛んでくる、あー、これユナイテアイテム、いやー、まあでもいいや、いやいやいや、温存でいく。ちょっとね、あのね、いろんなキャラ使ってるからさ、もうなんかね、あれなんよな、いちいちユナイト技が何秒で溜まるとかさ、そこまでは覚えてられんのよな。だからさ、ちょっと不安だから、まあどのキャラも3分30秒あたり切ってからは切らないようにしてるんだけどさ、エフィー割と溜まんの早かった気はするんだよな、その気がするから打ってもよかったかもしれんな、かも、そうかもしれん、もしかしたら。まあでも相手のファイヤローも空き巣めちゃ狙ってっけど、こっちのロードリオの方がなんか空き巣うまいこと成功させてるイメージあるな。外した、最高それ、足場でぶっ潰せるからな。ラストスタート、その調子いいね、足場のあのいいよね、あれね、はい、いい、いい、 HP50% 切ってよ、やべ、座敷場は変わっちゃダメだからさ。は？捕まえらんねえんだこれ。マジか。ガンガン行こう。いやこれね、もうね、座敷はいるからもう殴った方がいいと思うんだ。ヤドランとか帰ってくる前に。あった。いや帰ってくる前に殴りてえけどな。で今回の継戦能力のこの。いやー、やっぱ死ぬとね、一気にこう苦しくなっちゃうからな、死にたくなかったな。ただまあブラッキーのユナイトがあるから、ナイスユナイト、うわー